ただいまから予選競争第11レースを行います。なおこのレースに登場予定でした5号艇吉村正明選手は前半レースで負傷したため欠場いたします。第11レースのメンバーは1号艇兵庫の吉川元博、2号艇岡山の森谷美穂、3号艇静岡の菊池光平、4号艇福岡の篠崎元志、6号艇福井の今垣幸太郎、以上5選手の戦いとなります。コース取り1、2、3、4、6、1号艇は吉川元博です。今日前走はセンターからまくって2着でした。今度は陰線です。2コース2号艇の森谷美穂、3コースが3号艇の菊池光平です。もちろん常にスタートも注目です。3号艇の菊池、4コースが4号艇の篠崎元志、昨日ドリームを勝った篠崎、今日前走は丸野和樹を競り落としました。さあここは角4コースです。再アウトとなる5コースが6号艇の今垣幸太郎、初日は連勝で最高の船出となりました。第11レース5艇立てインコースから1番、2番、3番、4番、6番の並びです。スタートしました。1号艇の吉川が少し後手となったか。2コースから2号艇、そして6号艇も出ていきますが、さあ1号艇の吉川がそれでもインから先に回って、6号艇の今垣がその外行った、内が空きました。2号艇森谷の差しが届いています。スタートは前提正常でした。2号艇の森谷が差しました。そのアウトに1号艇吉川、僅差では6番と4番です。1周の2枠2号艇の森谷が先手を取る。1号艇の吉川が外を回していきますが、これは流れる。先頭は2号艇です、森谷美穂。単独先頭は2号艇の森谷、2番手膨れた1号艇の吉川の内側には6号艇の今垣が届いて、6番と1番並走、2番手接戦。2周1枠先頭で2号艇の森谷が待った後、6号艇の今垣が先行する。外行った1号艇の吉川です。2番手は6号艇の今垣がじわりと前へ出ました。2番手は6号艇の今垣が浮上。3番手1号艇の吉川に今度は4号艇の篠崎が届いてきました。2周の2マーク2号艇森谷に続いて6号艇の今垣、3番手は握って回る1号艇の吉川の内側から4号艇の篠崎、3番手はまだ接戦です。4番と1番がほとんど並んで、レースは最終周回、その後ろに3号艇の菊池光平となっています。先頭は大きくリードしました。2号艇の森谷美穂が1マークをクリア、2番手が6号艇今垣幸太郎、さあ3番手4号艇の篠崎が先に回って、差しのハンドル1号艇の吉川、この差しも届いています。3番手は1番と4番まだ接戦で最終ターンマークとなります。先頭2号艇の森谷美穂に続いては6号艇の今垣幸太郎、さあ3番手はキープしたい1号艇の吉川、先に回りますが、差した4号艇の篠崎元志が3番手をリードしました。先頭2番が5輪、6番5輪、4番1番5輪、3番5輪、以上前提5輪しました。